これいろんな考え方の人がいるので僕の言ってることが唯一の答えだとは思っていないんですけど僕はなんかこう平等よりもまあ公平な社会の方が好きなんですよまあこれも好き嫌いとか心地のいいと自分が思う感覚なんですけど例えば平等っていうのはそうだな会社で言うと会社員はみんな同じように 給料が同じぐらいもらえるとか、例えばね、アルバイトさんだったら時給全員、なんか980円みたいな感じ。むちゃくちゃ頑張ってる人も、まあ、それなりにとりあえず時間だけ働いてる人も同じぐらいにしておく。みたいなのが、まあ、平等だっていうふうに定義してます。で、公平っていうのは、むっちゃ頑張ってるやつはもう時給1200円だみたいなね。 ほん <laughs> で、まあまあ、とりあえず時間だけ働きますよっていう子がいたら、それはそれで別に否定しないんだけれども、最低級でずっと働いてもらうとかね。まあ、社員でもそうですね、ボーナスも払うときにも、一律、なんか今年のボーナスは一律50万円ですっていうよりは、あの、極端に言いますけど、お前は200万だ、君は0円だ、みたいな方が、ちょっと極端な言い回しになったけどね。まあまあ、あの、そっちの方が僕どっちかといちょっと好きで、 なんて言うんだろうな。みんな同じじゃなくていいと思ってるんですよ。なんか平等にするとみんな同じように働かなきゃいけなくなったり、みんな同じように時間を使わなきゃいけなくなったり、みんな同じような能力を発揮してもらわなきゃいけないってなるかもしんないんだけど、そもそも能力も意欲もみんな同じにならない方が自然じゃない って僕思ってて、極端に言うと、むちゃくちゃ能力が高い突き抜けてる人も、周りに合わせないでいいようにしていて、で、能力がそんなに突き抜けてない人も、能力が高い人に合わせなくても生きられる方が、実は優しいんじゃねって僕は思ってる派です。つまり、平等ってあんま優しくないんじゃないかな、と僕は思ってて、公平。 みんなバラバラなんだからもともとバラバラを許容する方がいいんじゃないかなと思ってる派です。まあそんな中今日何を伝えようと思ってるかっていうとちょっと突き抜けた才能を持ってる人自分のその才能を制限するのをやめませんかということを今日伝えたいです。で、これを伝える上で私ですね実はあの森氏の Facebook 記事のファン なので、今までも多分4、5回紹介してるんですけど、今日もね、森氏の Facebook 投稿、僕が読みやすいようにちょっとアレンジしてご紹介しようと思います。まあ、森氏は1000日投稿っていうのをチャレンジしてて、えこれは976日目、6月14日のアグレッシブに自己授与する方法という、突き抜けた人へのメッセージでございます。ちょっと僕流にアレンジしてご紹介します。 天才と呼ばれる人々は富士山のようです。スティーブ・ジョブスは完璧主義で中途半端な仕事をしてきた部下をケチョンケチョンにパワハラバトをしまくって嫌われまくって自分で作った会社なのにアップルを一回追い出されたりした。でもスティーブ・ジョブスが出ていったアップルは一気に業績が悪くなりジョブスが戻ってきてから様々なヒット商品を生み出し今のアップルになった。 手塚治虫は嘘はつくは締め切りを守らないはわがままはで散々なことを行い担当の編集者が殴ってやろうかと思ったと言われるほどしかも手塚治虫はものすごく嫉妬心が強くいつも若手とか後輩や流行りの漫画のスタイルに嫉妬と焦燥感を感じながらもがき続けていたでもそこで担当編集者が離れてみて 遠くから手塚治虫を見てみると、とても立派な人物だった。トーマス・エジソン。かなりのクズエピソードの方向。公開前の映画を無断コピーしてボロ儲けをしたり、遊園地の像を電気ショックで殺してしまったり、空を飛べるようになる薬を友達に無理やり飲ませて病院送りにしたりしていた。でも、偉大なビジネスマンでもあり、 発明家としては電球を発明したことになっていたり、トースターを売るために、ブレックファーストという概念を世界中に根付かせた。こんなふうに、天才と呼ばれる人、そう、突き抜けた存在。富士山は、遠くから見たらとても綺麗で立派で美しいが、実際に近くで見ると、めちゃめちゃ厳しくて荒のある、 山である確かに才能があって目立って何かを残す人というのは常に全力を出す決めたら全力でやる全力というのは全出しということなので制限をかけていないプラスに大きく開く時マイナスも同じだけ大きく開くコインは表を出せば必ず裏もついてくるわけで 表の面積が大きければ大きいほど、裏の面積も必ず大きくなる。逆を言えば、裏を出さないようにすればするほど、表も出てこなくなるものだ。積極的に良い面を出していくと、悪い面とか癖が強い面は自然と現れるのだ。わざわざ悪い面を出そうと思わなくてもいいが、良い面を全力で出そうとすると、 自然と出てきてしまう悪いところは気にしすぎることはない。そう思うんです。富士山は遠くで見るから綺麗。近くで見るとあらや険しさが目立つ。だから気をつけてほしい。一番近い場所で自分を見るのが自分。自分についてはあらや険しさしか見えないことがある。 自分自身を遠くから見ることはできないから。でも、スティーブ・ジョブズは、俺悪くないしと言ってアップルを追い出されても、自らの力でまた返り咲き、どやっていたほど、自分のことを信じて突っ走ってきた。突き抜ける人は、多少サイコパス的なほど、自分の善出しをする人なんだと思う。それで、ついてきてくれる人はいるし、離れた人は、 ある日遠くから見て美しい富士山だということに後から気づくことがあるだから自分に言ってあげてほしいんです思っきりやってみなって自分という存在は自分が思っている以上に離れてみると美しい山なのかもしれないもうちょっと自分さんを信じてみませんか え、こちらがですね、森氏の Facebook 投稿なんですけれども、これ、ちょっと突き抜けたものを持って、ちょっと周りから浮いてるなとか、そんな風に感じてる人は、自分ごととして受け取ってほしいなと思います。もちろん、すべての人が突き抜けた才能を発揮する必要はないっていうのは僕が冒頭言った通りで、私はどちらかというと、 みんなの周りのね、状況に合わせて調整するのが得意だという人は、それをやった方がいいと思います。みんなジョブズのように、みんなエジソンのようになるって、ちょっと逆に社会はうまく回らないと思います。そういう突き抜けた人をサポートするのも才能。そんな風に社会はチームで少しずつ美しく変わっていくんだと思います。 まあ創業社長がいる会社で働いている社員さんなんかは、その創業社長がやっぱり天才なんですよ。富士山なんですよ。そしてちょっと危険な人なんですよ。プラスの面を全力で出すから、そのマイナスの面も出るんです。それもサポートするっていう存在がいて初めて、天才は天才足り得る。社会の役に立つ。 そんな存在にできるんだと思います。天才を天才にするという仕事も存在しているっていうことも、この投稿から受け取っていただけると嬉しいです。ということで、今日はね、アグレッシブルすぎる人、天才な人に制限をかけるなというメッセージと、そんな人が周りにいたら、その人を天才にしてあげる、そんな存在ってとっても大事ですよ。まあ 後者の方が99%なので人口は多いと思います。あなたの周りの天才に対してあなたが優しくなってくれたら嬉しいです。ということで今日という一日が皆さんとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。